どうも皆様、おはこんこん、みつキックバスターです。モンスターストライクの実況をやっていこうと思います。まあ、実況といっても今回はちょっとね、スマホ画面をねうまく録画できたかっていうテストも兼ねての、ことなんで、まああまり内容はないと思っていただいて結構でございます。で、今回はね、まあ何しようかっていうことなんですけど、まあ現在オーブがね、まあ、全部無料、まあもちろん1円も課金してないんですけど、で243個溜まってます。ランク147ってのはなんか勝手に上がり続けてこんな感じになりました。で、まあ243個あるんで、ちょっとこの水の遊園っていうのはとりあえず10連1回やってみようかなっていう風に思っております。まあね、仮にこれで録画失敗してもガチャじゃない、オーブはね、消費されちゃうわけなんですけど、いやいいか、10連じゃなくてシングル5回でやってみます。まあそれだったらね、最悪取るの失敗してもまあ被害は少ないんじゃないかなと思うんで、では早速やっていきましょう。シングル、ガチャレは必ず星4以上のスーパーレアが一体だろう。お得なガチャ、お得かな。まあ いや行きましょう。まあ、何が欲しいっていうのはあんまないんですけど、まあ星5のやつを見た感じ、信長 X とかまだ全然持ってないんでね。まあ水属性結構検知が余ってるんで、星5が出ればまあ何でもいいかなっていうぐらいの感覚でいます。まあ、正直最近のモンスターとかよく分かってないんですけど、それでもなんとか当たることを祈っていけ。右回転確定演出でもなし。なんだ、ういっ、あ、いや違う、そうこいつは一瞬見た目が星5っぽく見えるけど4なんですよね、こいつ。そう、伊達政宗。そう、こいつ出るとき騙されるんですよね。ニューって書いてるけど出たことなかったっけ。まあいいか、騙されるんですよね、あいつ。さあ行きましょう。確定っぽい演出は特にないかな今のところ。行きます、よいしょ。2回目、なんか政宗いつも騙されるんだよな。さあ、あー、ハズレっぽい、いかにもハズレっぽい見た目だ。グレムリン、こいつは引いてんだね。1回か2回多分引いてますね。じゃあ3回目いきます。さあ、よいしょ。まあ適当にこの辺りをねタッチする何か意味はないでしょうけど、じゃあいきます。3回目シュート。まあまあ爆死も一応ね5回程度なら想定してるんで。うわー、こいつもハズレだ。こいつ知ってんだよな。なんだっけ、名前忘れた。ヤディア。ああ、なるほど。星4はね、あんま使わないですよね。まあ、そら、基本そうですよね。だいたい5か6ですもんね。だいたい6が多いか。じゃあ4回目。ちょっと取れ高的にいいの頼んますよ。本当に。5回じゃ出ないかもしんないけど、お願いします。ショット。ほい。あ、こいつ持ってるな。4だな。とりあえず、やっぱ、10回にします。シングル10回にします。で、もう、星5が出なかったらしゃあないです。もう諦めます。課金してまでね、やるつもりはないんで。じゃあ、当初の予定、ラスト5回目、参ります。ほい！いやー、何の演出も来ないね。10回やるか。こいつは4だな。このちっちゃさは4だな。勝つ回収。負けてんだよ。負ける回収なってんだよ、ちょっと。じゃあ、延長分10回いきます。10回、いや、延長分5回の1回目。シュート、合計6回目。嫌な予感しかしないぞ、これ。うわ、カッパ？佐五条だった。まあ、カッパみたいなもんだな。さあ、7回目ですね。ラッキーセブン。なんかいいの来い。シングルってこんなもんなのかな？こんなもんなのかな？
あ、チャイコフスキーだーのはず。はいはい、8回目。8よいしょ。これやばいぞ、本当にやばいぞ。うわー、まただよー、またヤディアだ。ヤディアだっけ。あ、さあ次9回目。はい、いけ、頼む頼む、めっちゃ貯める、めっちゃ貯めて打つ。声もない、右回転、弾かれない。うわー、やばいね。あ、こいつ読んだ、見たことある。なんだっけ、ケイトス。やばいってこれマジで。ラスト、ラストいきます。いや、まあ大爆死はある意味なんだろう、動画的にはいいのかもしんないけどね、きついなこれ。これで50だもんな。よいしょ。おいおい、嘘だろ、おい嘘だろ。うーわ、ひでえ、これはひでえな。何の価値もねえじゃねえかよ。はい、というわけで、今回はここまでにしようと思います。全く出なかったね、誰一人、誰一人出なかった。いやー嬉しいね。まあもしね、これ録画がうまくいってたら重心祭、超重心祭とか激重心祭があるみたいなんで、そっちでやろうかなと思っております。というわけで以上、ミツキックバスターでした。もしあれば次回のモンストガチャ動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。お帰りの際は画面下のチャンネル登録ボタンを押してください。あるいは高評価やコメントよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。